5時から7時までのクレオは、アニエス・バルダが監督した、フランス・イタリアが作、1962年制作のパリ・サガン映画である。本作の物語は、午後の5時から7時までのクレオの生活をリアルタイムに描写するものである。5時から7時までのクレオは、実存主義的ないくつかの主題を扱っていることで、知られ、死ぬこと、つまり絶望についての議論を包含し、 意味のある人生を導いていることでも知られる。本作は強く女性的な観点を持っており、女性とはどのように感知されているものなのかについての疑問を提起している。登場する鏡の持つ役割は自己阻害を象徴するものとして普遍的なものである。本作には、ジャン・リュック・ゴダール、アンナ・カリーナ、エディ・コンスタンティーヌ、そしてジャン・クロード・ブリアリが劇中で、 ラウールがクレオとドロテに見せるサイレント映画の中の登場人物として仮名を出演している。本作のスコアを書いた作曲家のミシェル・ルグランは本作中にボブ役で登場しピアニストのボブという楽曲を演奏している。本作は第15回カンヌ国際映画祭に正式出品された。クレオはポップシンガーである。クレオは生体組織診断の結果を待つ間。 自分は癌なのではないかという恐怖を抱きながら、パリの街中をさまよう。七時に医師と会う心の準備をしながら、死に取り組もうとしつつ、何人かの友達や見知らぬ人と出会う。彼らクレオにとって最も親しい人々の無関心を感じながら、人々がクレオについて抱いているイメージが人形ようなものなのではないかと疑問を抱いている自分に気づき、 孤独と救いようのなさという感覚を克服していく。最終的には、クレオは公園で出会う、見知らぬ人の一団に行くばくかの安らぎを見出し、彼らとは、クレオは誠実な会話ができるのであった。その見知らぬ人が、クレオを病院に連れて行き、そこでクレオは診断結果を告げるであろう、医師と会うのである。ありがとうございます。